はい、皆さんこんにちは、アットムツーです。それではアリスマッドネスリターンズ新しいパートの方やっていきましょう。アリスの仕草が微妙に可愛い、風が吹いて洋服お召し物をちょっと気にしてる感じですね。これあれか、チェスか。おお、開幕初手。どうすりゃいいんこれ。あっ、詰んだのでは。あ、よかったよかったよかった。これむずくね？あ、死んだ。来たべ？しゃあ。ああ、結構頭使ったな、これ。難しかった。コナミ。コナミ感マックスだな。進みましょう。急にくれんだけど。あ、これ。これ強化できるべ。834枚だよ。これナイフ来るぞ。やっちゃいます、これ。ライトセーバーみたいになるぞ、きっと。ブーンみたいな。変わんねえ、見た目。地味だな。お。これどう？武器マックス？あ、4でマックスだ。あ、じゃあ、残りの武器も、あと、ちょっとでマックスにできる。4でマックスか。よしよし、いいこと知ったな。結構これ、早いタイミングで全部マックスできるんじゃないか。来たな。髪は水に弱い。確信。オッケー。なんだ？何の揺れ？何の揺れ？ああ！何の、あ、トランプ兵いっぱいぶっ潰しましたよっていうトロフィーかな。あ、今の演習良かったな。全然俺見てなかったけど最初。すごいね、列車が通ってったね。なるほど、固まって動けない。あ、これ、あー、あ、ちょっとコントローラーさん。これあれかね、 PS4 側の故障なんかな。これマジで強いな、ティーポット。これ強化していいぞ、本当に。範囲攻撃が単純に、簡易攻撃ができて、かつ攻撃力が高い遠距離武器って考えると相当使い勝手がいい。こいつ、よっしゃ、おめえの吠え面、そのもちろん。あえよ、ぎっくり腰おじさん。うわっ、くそ、お前その回し方強えな。オッケー、激つい。かなり金が手に入る。あ、しかも、あ、回復あるから全然怖い。こう、なんやあれ。一回回復。オッケー。三兆円。うわー。あれ、あれ、これ、あうっしょい。まあいいか。さあ、どこに行けばいいんだ、これ。あ、これなんか嫌な予感すんな。
下にいいところあるでしょ、これ。あー、予想と違うな。下に記憶あると思ったんだけどな。あれ取ろう。ほい。完全に今のクレヨンしんちゃんのケツだけ星人の時のシルエットだったな、これ。ダメだ、もうそれにしか見えねえ。そしたらこれどこに入ってんだ、これ。汚ねえ話になったぞ、どうしてくれんだよ。いやー、あかんですわ。こっちは上引く必要ないな、多分ね、これ。確かこっちから来たべよ。これに乗りたい。あ、乗れない。あー、あれ、あっちから来たよな。全然覚え出せないけど。ちょっと待って、間に合う、間に合う、間に合う。よし。あ、誰だ、アリスの体重が。取れろ。届けだよ、バカ。あれれ、おかしいぞ。檻があるぞ。なんで？あ、やっぱ先にそっち行くんかな。あっちから来たんじゃなかったか。ちょっと待って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 。あー、くそ。どうか。よし。これは間に合う。あ、やばい、やばい、アリスの体重が。オッケー。で、レバーがある、落ちと。なるほど。ああ、そこそこだ。あそこの扉が取れたわけね。次の強化、ペッパーミル、クソ楽しみだな。ペッパーミルは結構見た目変わるからね。内容変わってんのが微妙だけど。多分ね、撃てる回数が増えてんだろうね。地の攻撃力上がってんのかな？ナイフもいることなんだけど。まあ、なんつうの？何？連射速度が上がってるから、実質攻撃力上がってるみたいな、なんか、悲しい感じかもしれない。サクサク進むよ。お、ちょっと、あ、はいはい、深いな。なんかもうチェシャネコの言葉はなんか深いなって言っとけばなんか丸く収まるみたいな風潮ありますよね。あー、これ難しいよー。あー、相手もいんの、これ。むずすぎませんか、これ。これあかん、これだな。今進める。あ、ブいけたぜ。成功。もうこのパズル解くのも3回目だからそろそろ来るべよ。まあでも、あの芋虫見っけんのも相当骨、ああ、記憶だ、久々だな。ああ、結構えぐい記憶だろうな。結構だんだんとえぐい記憶に突っ込んできてるから、アリス。
Lizzie hated locked rooms. Her room was further from the fire than mine. Smoke could not have killed her. She never locked her door. And besides, she knew another way out of the house. Out of the window. Someone incapacitated or killed Lizzie. Then locked her door, then took the lamp downstairs and started the fire to cover up their crime. Their plan was to kill us all.見覚えのあるおっさんがいましたね。いやー、なんか面白くなってきましたね。アリスは知ってるんですね。彼はやっぱ彼女は知りたいんですね、真相。何が本当に正しいのか。周りは取り合ってくんない。まあ時代が時代だからね。今こんな事件起きたらもうなんか速攻で警察が何とかしてくれるんでしょうけど、当時は何も進んでないあれだったから、かなり適当に処理された事件も多いんでしょう。さて、豚っ鼻がどこに。てか、気づいたんですけど、さっき今鍵4本ちゃらんってなったじゃないですか。あれが小またぎっぽいですね。はい。恐怖や不快の元凶となるものは立ち向かえ。僕もそう思います。やっぱね、おお立派。アホか。やっぱね、言うときは言わなきゃいけない。誰もね、言って最後に自分自身を守るのは自分ですよ。本当にそう思います。でもね、そう分かっててもね。何これ、多分ステルス豚の花だな。あった。全然ステルスしてね。めっちゃオープン豚の花だわ。はい、回収。この速さいいね。ん？特に何があるわけでもないと。これ落ちた時の救済用か。ってことはやっぱ上から登っていかなきゃいけないな。そこは瓶か。はい、ゲット。これ瓶もまとめてなんか得点になり得るんでしょうかね。あー、くそ。ちょまっ、オッケーオッケーオッケー、来た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 。ん？ボトルは取ったか。取ったやつね。はいはいはい。オッケー、進めと。敵がいると。よーし、や来いよ。フルパワーだ。つえー、ダウンしてるときに攻撃通せられないから、そこだけ気をつけなきゃいけないな。お、この剣持ってるのは、あ、いてあ、ちょっと動けないって。よし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 。お仕置きの時間だ。強化されたナイフの力を見ろ。
ふい、ああダメだ、後ろバックステはやっぱダメだ、横バックステ、横バックステってなんじゃどっちだよ。オッケー、あとは雑魚を倒して終了。オッケー、オッケー、オッケー、進んでこう。なに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 、あ、記憶か。Cake occupies a special place. Never rejected dessert, I suspect. Nor tea if cake was on offer. お茶会だって。あれかな。ティー使ったかな、かな、あのお茶の味噌のところで。条件が分かんないけど、なんだこのバスコダガマみたいなやつ。何これ。あ、これ死刑執行人じゃん。ジョーこっちだよと。まあその標識全然当てにしてない。もう前回イモムシの標識出てからどんだけ長かったことか。のんびり行こうよ。あー、ここ来たな、この中庭っぽいところ。来た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 。うわ、すげえ懐かしい。あー、ここすげえ覚えある。これ、これ元マップあるでしょ、これ多分。こういうとこ来たもんね。夏いな。はい、ビンカ、イシュよし、戻ってきました。そうそう、セーブポイントがないと困っちゃうな。うわー、懐かしいな。結構ここら辺でトランプ兵めちゃくちゃいっぱい出てきて、ずーっとナイフでヒットアンダーウェイをするっていうね。懐かしい。うわー、これあるだろう、どっかに記憶。こっちが正規ルートだからちょっと一回無視。ここから来た。特に何かあるわけでもなくか。敵いる用マークだけってことね。ボトルは取ったから、これは逆走してる。おっしゃ、行くぞ。お、豪華じゃねえか、これ。くそ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 。調子に乗っちゃダメ、俺が。うわ、くそ、今切られたっていうか、つかで切られたな今。OK セーブされた。じゃあ一回切りもいいので、ここで失礼しようかなと思います。ここまでご視聴皆さんありがとうございました。また次のアリスのパートでね、お会いしましょう。では失礼します。バイバイ。